さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今回はこちらのブラインドパッケージ、こちらはハツトリンさんというところからね、出ているソフビのノロシーというソフビフィギュアのブラインドパッケージでございます。こちらビニール限定ですね。ビニール東京で購入したもので、もう多分ね、今はもう残念ながら販売してないと思うんですけど、結構前ですね、10月の、中頃に購入したものとなっております。一つ1500円で購入することができました。こちらのろしーね、このキャラクターなんですけど、じゃんとこんな感じで、全6種で、シークレットが1個入ってるような感じで、カラバリがね、5色、全6色のカラーバリエーションがあります。で、このノロシーとは説明がありますね。ノロシーとは、その昔東洋では人間の願いを叶える魔人ノロシーをかたどった祭物があった。ノロシーをあげると人間の前に姿を現す。常に頭から煙を出して身にまとっている。変幻自在に姿を変え、狭い隙間を糸も簡単に通り抜け、風とともに消えていくという、そういったキャラクターでございますね。キャラクターというか、もう魔人っていう感じだと思うんで、煙モチーフなキャラクターっていう感じですね。で、今回色がね、こんな感じで、ちょっと赤っぽい色から水色、肌色、黄色、水、黄色、青っていう感じで、結構ね、色のこう組み合わせがいろいろありますね。で、こちら1500円なんですけど、結構がっつり塗装されているような感じがしますね。ちょっと楽しみです。早速ね、ちょっと開けてみたいと思います。この状態でこう、なんかつかみ取りみたいな感じで販売しておりました。じゃあ開けていきますね。よいしょ。さあ、どんな感じのアイテムなんでしょうか。いきます、せーの、よいしょ。オレンジっぽい赤ですね。かー、すごい、これ、めちゃめちゃド派手ですね。いやー、すごい。これすごい。これ、ちょっと、お値段にまずびっくりですね。1500円でっていう。すごい。うわ、ここ、煙のところすごいですね、この造形。うわー、すごい。これ、ソフビ、ね、ソフビパッケージとしてもノロシー販売してたと思うんですけど、ブラインドパッケージでもこのクオリティなんてすごいな。いや、すごいですね。このサイズ感ながらめちゃめちゃ存在感がありますね。いやー、この色もド派手なんで、いや、すごい、ここやばいですね。黄色い部分、まあ、ここはね、煙がこうもくもくと上がっている感じを再現してるんでしょうね。これすごいな。いやー、すごい、のろしの、魔人ののろしですね。すごい。顔はめっちゃ可愛いですけどね。顔めっちゃ可愛くて、よく見るとこう、ね、両手こう万歳してるような感じで、足がこうありますね。魔人のポーズをしてますね。こうふわふわと、なんかのろしと一緒に上がってきそうな、可愛いのろしです。いや、めちゃめちゃいいですね。可愛さもあり、こう、すごいなんか、神秘的な感じというか、芸術性も高くて、非常に素晴らしいですね。で、僕は買ったのが結構もう最後の方だったのかな。もう買った翌日とかにはもうなくなっちゃってたみたいで、あ、後ろ姿もめちゃめちゃ可愛いですね。いやー、いいですね。のろしブラインドといいですね。ブラインドパッケージののろしですね。最近結構このインディーズソフビの作家の方でね、このブラインドパッケージ、やっていただける方すごい多くて、僕はめちゃめちゃ嬉しいです。僕ブラインドパッケージ開封するのが大好きな人間なので、僕個人的にはこういうブラインド系はすごい好きですね。で、今回の中ではかなり僕好みの色というか、まあ、大体僕青かオレンジが好きなんで、この青とオレンジ結構こうドストライクなカラーですね。で、やっぱりこう何度もお見せしたいってなっちゃう、このね、煙ののろしの部分のこのモコモコ感、これはやばいですね。これはすごい。いやー、もうこれはソフビ Vlog ですね。なんか雑貨の方の Vlog にまとめようと思ったんですけど、これはもう完全にソフビ作品としてディスプレイしたいと思います。めちゃめちゃいい。いやー、素晴らしいですね。ビニール東京、ビニール上野系列、ビニール系列ですね。まあ、こういった、ちょっとね、こう、結構最初にソフビ、ちょっと買ってみようかなっていう方でも手を出しやすいアプローチをしてくれるんでね。前回の Vlog でも紹介させていただいた、この、こちら、じゃじゃんですね。こちらの、このミニソフビシリーズですね。いろんな作家さんが、
こちら参加してるんですけど、このミネソフビシリーズも、まあ、330円っていう感じなんで、まあ、ちょっとこう初めてのねソフビ、まあガチャガチャにちょっと近いんですけど、指人形ながらにね非常にこう造形もめっちゃ細かくて可愛いので、まあ、ただやっぱこう塗装があるなしではこう芸術品としてのいでたちが全然違うので、僕はちょっとやっぱこう作家の方の塗装が楽しめるこのねちょっとブラインドパッケージ、こっちを押しますけど、ただねこれも多分もうおそらくもう売り切れちゃってるんじゃないかと思いますので、いろんなね作家さんのこういったソフビブラインドパッケージぜひ見てみてください。結構ね素体をねガチャガチャで出されてる方多いんですけど、このハツトリンさんのノロシーはもう完全に塗装されているものですね。でこのノロシーのこのソフビパッケージとして販売している方はもうまたさらにあの完全にベクトルの違う素晴らしい塗装になっているものもあるので、見かけた方はぜひがっつり見てみてください。あのいろんなソフビ系のソフビイベントとかにも出展されている方なのでぜひチェックしてみてください。これいや本当にめちゃめちゃいいですね。本当に開けるのが遅くなっちゃって本当に申し訳ないって感じなんですけど、素晴らしいアイテム購入できて嬉しいですね。ちょっと時系列めちゃくちゃな最近な Vlog なんですけど、渋谷に滞在中のバーナードです。ちょっと今日東急ハンズに向かってて、最近ちょっとカセットテープ熱、カセットテープが可愛いって思い始めるって謎のムーブが来てて、で東急ハンズの中のお店でカセット取り扱ってるお店があるらしいんでちょっと行ってみたいんですけど、あれハンズってここで合ってますよね、知らなかったですね。ここロゴが変わったらしいです。一応ここから入って上に行けそうなんでちょっと行ってみます。すごいシンプルになった東急ハンズ。ハンズの構造がなかなか迷宮で、ようやくでも行きたいとこ行きました。カセットはあんまり売ってない。レコードは今最近の流行りもあってレコード多いんですけど、カセットないっすね。今日はギャラリーでも何もやってなさそうで、上の上層階はガラガラな感じですね。なんか屋上の広場も全然人がいなかったです。